思い出の一文字を形にをコンセプトに活動しております、一文字の長澤翼です。本日の投稿は長澤美咲さんのご提供でお届けいたします。美咲ありがとうございます。美咲は僕の弟です。見た目は僕よりも大人っぽく男っぽいですし、背格好も弟の方が大きいです。同じ環境で育ったにもかかわらず思考は全然違っていて、超がつくほどの大雑把です。この大雑把にはネガティブな要素はなく、多くのことに一喜一憂せずど正直です。どんなに常識で大切なことでも本人が面倒なもの、興味のないものには一切手をつけません。ですが本人はかなりの不器用なので問題が発生します。しかしながら周りにいる人たちから救われて堂々と過ごしております。それもそのはずで、非常に明るい性格と愛嬌を持ち合わせているので、とにかく好かれるやつなんですね。今の時代にはちょうどいい感じに仕上がっているのが僕の弟で、チーム戦で彼と勝負した場合は絶対にかなわない相手ということは間違いないので気をつけます